はい、俺です。こんばんは、俺です。久しぶりにホラゲやっていきましょう。今日はね、バイオ、なんだったっけ？おはようございます。おお、今無視しようとしたろ。マジで殺意芽生えたよ。殺そうかと思った、本当に。おはようございます。おこはちら、プレステ5バイオハザード体験版になります。よう。そっか、バイオハザードビレッジとかなんかそういうやつの、体験版ってメイデンだ。そうだそうだ。すごく映像綺麗ですね。牢獄から逃げろだって。だいたいね、物語の最初って牢獄から逃げますよね。じゃあ悪いやつなんだよね、主人公は。牢獄に売られてんだから。おった、俺の後輩でもそういうやつ。でもすごく映像綺麗じゃないですか。この鉄のサビの感じとかもすごくリアルだし。でも俺一番、ちょっと待って、まず操作方法、これしゃがむ。これ押し込み走りかな。あ、そうやな。俺嫌いなんだよ、これ。モジュール壊れるから。すごい、牢獄が綺麗。で、これがアイテムを。ってやつで。で、俺気づいちゃったんだけどさ、ここだよね、もう絶対行くとこな。そこですしゃか？がんで、だってここ開くんかな。押してみてください。ほら。ほあ、ら。はい。あそこの左の上のところに、そのチェーン引っ張るのかと思いました、私。引っ張れませんでした。はい。いつの時代のトイレよ。そこしゃがんでいくのか。でも映像すごい綺麗じゃないです。ホラー映画とは、映画じゃないや。ホラーゲームとは思えない。だってパンのカビとかもすごいリアル。いや、甘いと思うけど、バイオの飯ってそそられんよな。うわー、これね、ウサのトイレだ。違いますよ。はい、行きまはい、すよ。こっちゃちちだゃろ、ちゃちどうゃ。せ。あ、なるほどね。よいしょと。隣にやってまいります。うわ、なんか、うにゃうにゃ。いやー、汚い。無理です。汚い。ね、こういうところもリアルなんですよ。もういいです、いいや、で分す。からんけど、リアルってあんなん見たことないからさ、リアルかどうかが分からへんけど。わかんないけど、無視感が激しい。お、こっ開いた開いちも。た。こっちからは出れると。これこれな。音いい感じなんかな。何もデフォルトのままやけど、大きさ。これなんだ？なんか拷問器具じゃないなでんすだ、ただの拷か。問器具か。てかこう、今自分の状態が一回も映ってないじゃないですか。家畜延命に用いる薬剤一覧。おお、これはウサが延命するには必要な お薬がいっぱい置いてあるってことやな。家畜ということですね。いや、今自分の姿が見れてないから、こう、五体満足なのかも気になるし。なんか動いてますよね。まあ動いとるけど、でもなんかこれなんだろう、風鈴？違う、なんか足とかなかった。ここ何なんですかね。あ、ネズミいた。いや、映像いいな、やっぱ映像な。いいんですけど。 いや、自分の置かれてる状況が全くわかんないですね、これ。これガシャガシャする音がやたらうるさいんだよ。だから悪いことしてからここに入れられたんやろ。なんか壁に血で何か書いてありましたね、左側。これ血？違います、その下。それ。Help me, brother! 助けて、お兄さん。 でもよく考えてみるさ、そういうのですぐ「ヒー」とか言ってびっくりしたふりするのが、それ悪いとこ出たわ。これな、これな、この「ヘルプ・ミー・ブラザー」、これ書く余裕があったって結構余裕あるで。いや、これ精神的に追い詰め、人いた。お、マイ・ブラザー。
これは下に何やろうな。してもちょっと生めかしいから、これ言うてバイオハザードだから痛いあいつ動き出して襲いかかってくるかな。とかなんじゃないですか、もうこれワン絶ちゃん。対あれやろう、アイテムつ。そうだよな。これじゃだいたいチェーンカッターが必要です。いや、なんかでも拷問系の地下牢って感じなのかあ。え、これまな。たあれ？はい。アカウントバンされるやつ。いもうその椅子とかにモや。ザイク入れといてやろうかな、マジ。アカウントバンされてしまうんでしょうか。いや、これされ、お、なんか光が見える。ちょっと待って。アイテム何も持ってないんだよ鍵かかってまな。なんすかボサッてね。落としたな。あ、なんか落ちましたか？うん。落ちるんちゃう、これ。嘘。引っ張る？え、なんか急に怖くなってきた。なんでやねん、何も起きてないやんけ。なんか、これ言うてバ俺イがオ追っハたザーとド。こ？ああ、そうです、そう違でうす。な。あれ？一緒です汚よ。ねえ方だ。で、あっちから来たんだよな。あ、そうです、そうです。もう一回戻ったら何かあるんですかね。戻らなあかん。絶対あれ落ちこてれくると引っ思うんだ張よれるんな。じゃないですか？だからそ違れ、うんだ。そのトイレしてるって、まあまあやろ。はい。あれ、じゃあ何もあ、ここ取開くれんちゃなう？いの？あ、これ入ったか。え、なんああ。もないの？上にも何もないと。あんま上下してると酔うからな あ、そっか、しゃがんでいけるとこがあるかもしれない。ここがもうアカウント。ダメなとこで、うん。あの女の人が鍵を持ってたとあれ、か、こいつ、死お、体あが。るやん、こいつ。うん。なんだ、待ってく言だえさい。よ、マジで。はい。え、違いますよ。借りるよ。さっきこんなんじゃなかっはたい、ですチよ。ェーンカッター。よっしゃ、行くぞ。背中刺されて亡くなって、だから、そのもうちゃんとつけとけよな、あんまに。なんかイラッとおさかせやし、がる。はい、チェーンカッターと。なんかおかしいんじゃないですか、ここやっぱ。ん？これ、ちょっと待って。うん。はい。それを切断するために使う道具。使ってうん。ちょっと待って それ多分見てる。これ見てる。あ、ガン見してる。これ見てるな。はい。使うって、どうやって使うんだろう。あれ？もう一回見てください。あれ？下。決定。使用するアイテムを選択してください。決定。うん。うん。はい。なんか急にホラー度が上がってきた。いや、ホラーゲーやろ、これ。お、これ絶対中にあるやつ。はーい、キーピック。うん。まあ、道具は一通り揃ってそうやもんな、ここな。ここを開けてと。周りがうるせえな。よし。うん？なんだこれ。うん。うん。なんもない。前は、これやな。なるほど。これできる時点ですごいよな。ははーい。い。ガチャッと。はい、クパーと。おー、なに？なにここ、マジで？これあれやん、ちょっとなんかようわからんけど、どっかの国のかっこええところやん、こういうの。はーい、なんか、
ちょっとふわっとした知識ですけど、ローマ的な。そっちの方、なんか、はい、外ロー人のマとこ帝のや国つ、みたいな。は外人のとこのい。やつな。怖いよ。なんか武器的なものを持ってった方がいいんじゃないですかね。松明とか。はい。松明、まあ、武器か。もったいないですね。何年ものかのワインがこういう感じで。はい。うわ、なんか溢れそう、そのワイン。はい。なんか音がエッチや、行こ バンされますよ。う。それでされんやろ。かかってこいよ、ほら。お、これめっちゃかっこええとこやん。さあ、ホテルアルファインつながってましたね、これは。ちょっとよくわからないですけど。うさのお父さんだったら分かってくれるんやけどな。はい、ご飯ですよーって。鼻につく匂鼻をいでつす。く匂いがする。スパイシー料理っはい。すね。あ、死のぶと。かな。はい。へえ、かからんのや。もう怪しい匂いがプンプンするなんかよ。さ、まあまあまはあまあ、い。こういうゲームにありがちなんやけどさ、こういうとこ来るはい。やん、鍵閉まったとうん。こ。こはい。のなんかガサツだよね、ガチャガチャってするの。もうちょっと力加減ってあるやん。あー、私もホラーゲームで常々思ってました。これ光が出てるからあっちじゃない？あ、確かに。でもちょっと他も、これあれ、ダークネスだったパズルのやつじゃないの？ 確かに。あれ、なんもないんかな、他。ナイフの1本ぐらい持っていきやな、ここで。ねえ、絶対持ってくべきですよ。やっぱそうだ。行きまいいな。す。これ今気づいたんですけど、これ体験版でこの、まあ、ギミックを解きながら世界観を楽しむじゃないですか。前作のセブンの時の体験版もそうだったんですけど、で、最後の最後に脱出できると思ったら、お父さん来てぶちのめされたんですよ。だからなんか最後の最後に安心したところで、ひどい目に遭うんじゃないですかね。なるほど。これじゃあ先にびっくりした方が負けな。本編をやってもらうっていう形で。嫌ですよ、絶対。絶対って決めるのは嘘じゃないから、俺やから。絶対嫌です静よ。かにして今集中しようかな、ゲー絶ム。対嫌です。没入感が絶薄れ対る。に嫌うでるす。せえな、この野郎。本当にちょっと。本当に嫌ですおー、から静かね。にして、ちょっと。これ押しあ、てこみれよ引っ張るやつですよ、引っ張るう。おー、やはつ。い、正解、押すやつでしたと。これ大体のお家になるよね、地方の人やとね。地下牢ですか。い怖や、すぎでしょ、地レン方。ガ押すと動くやつ。ちょっと待って。これ何？柿みかん？あ、うさ、仕事や。はい。今日からお城で勤めることになった。使用人が女の人ばかりでびっくり。上司様とお嬢様たちの機嫌だけは損ねないように強く言われた。どんな人たちなんだろちょっと待って、さ、手抜いたやろう。う。はい。ちゃんと言って。今日からお城で勤めることになった。使用人が女の人ばかりでびっくりっていうぐらい感情込めて喋って。はい、これ次。3。お城に来て今日で2週間。なんだかこの城は少し怖い。同僚のアデラがダニエラお嬢様に粗相をして顔をナイフで切られた。まあ、粗相したやろ。夜になると亡霊みたいなうめき声が聞こえる。家に帰りたい。まあ、粗相したのが悪いよな。先に仕掛けたんやもん。怖っ。はい。どうしよう。お嬢様たちが食事しているとき、あんまり暑いから少しだけ食堂の窓を開けた。そしたらお嬢様たちが一斉に私を見て叫んだ。すぐに閉じろって。きっと私も地下に連れて行かれる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ちなみにですね、これ1958年7月8日なので、ちょい前やな。50年前の出来事なんですね。お城なんですね、ここ。次からさ、これさ、はい。
広島弁で喋ってもらっていい？この手紙。広島弁、簡単に言いますけど、うん。相手に広島弁を喋る人がいないと、こっちもそんなに出てきませんからね。例えばこれだったら何なん、どうしようとかあるん？どうしようですかね。どうするんと的な、なんか言い方が違うとか、あとどう最し後ようのこれ「か、どうしようどうしよう」ってこんな振りかきとんやからさ、これもうはい。あの最後の「ひろしですひろしですひろしですね」言い方やろ、ここはもうちゃんとやってるさ。 マジで適当にせんといて、マジで。ひろし、俺を久笑か々して、すぎ。俺を笑かして、ちょっと。ひろし、久々すぎる。誰って思っちゃった、一瞬。お、これ残るぞ。壊れるかな。はい。大丈夫です。あれ？外に。なんか落ちてきてない？プタプタ。え？なんかあるのでしょうか。クイッと。え、なんもないな。触れたくないけど、行きまーす。早えな。登り方、早えわな。本当だ、はい。キレがいい上がり方していく。よっこらせと。何が垂れてたの、何今。が垂れたんだろう。あ、もっと上？いや、ないやんけ。なんやねん。地の跡これ。あ、わかんないです。そこのライト持ってって。惜しい。ん？これなんあ、かびっくりもうした。ちょっとしたラブホテルやん、なんか。な。わかんないです。うん。ちょっとしたラブホテルなんですね、これこはれちょっが。としたラブホテルやわ。はい。レンガが落ちてるんですか？ さっきから。わあ、でもなんかお城っていうだけあって、家具とかオシャンティーですね。あ、首飾り。いやー、でもこれ金持ちがつけるタイプの首飾りじゃないで。ちょっと蛮族臭が ちょっとな、あとなんかこう、はい。間違ったロックンロール好きなやつとかがつけわ、てそ服ありますよ、あそこ。同じ服？う。うん。はい。これなんえ、なん？なんか、あれですかね、ここなんか、メイドさんたちの控え室的な感じなんかな？ああ、もなしるほかどしな。て。はい。そっかそっか、やっぱメイドがいるやつは言うことが違うな。はい。でもちょっと可愛いメイドには厳しいうさたさんですが、次行ってみたいと思います。うちは厳しいですよ。そうやな。はい。自分よりキャッキャ言われるメイドがいた日にはな、もう いじめが半端ないだろうな。しつけです。こっちか。わあ、ここお城なのか。雰囲気ありますね。な、ええよな。ねえ。大丈夫です。バンされないです。出され？ こバンれされトイなレかい、大風呂丈やろ、こういう大体ちょっとなんか半裸の姉ちゃんの像を置いてあるとこって水回りだよな。夫。ああ、違うみたい。入れないみたこっちか。い。やー、なんか出てくるのかな、怖いな。あ、なんか動きましたよ。ドアの向こう。あ、そうなん。隙間から見えました、何かじゃあ行っ動いてたみのようが。や。あ、え、気のせい？え、それあれじゃない？ダークソウルじゃない？これ。ダークソウル、甲冑ですね。暗いな。いや、なんか怖いなぁ、もえい。なんかう。なんもないんこういうのガかキーい。使で見たことある、なんか。なんか DVD が入ってるやつね。ビビってあげたらなんもないやつな。はい。でもここ明かりがついてるっていうか電気が漂ってるから誰かしらいるんですよでもやっぱこういね。う金持ちっつうかさ、お城とかにはやっぱ力はあるんやな。はーい。しつけやな。なんかそこの扉怖いんですけど。これ？はい。怖いんですけど。調べてみよう。ん？首飾りつけるんですか？この子に。片目の部分に穴が開いている。怖い。いや、俺、この右側のこの天使みたいなやつもなんか同じような顔してない。怖い。はあ。
え、何か。じゃあ一通り上見てから下行ってみよはーい。う。どうしたんですはい、か？ここ何でがお問か題しいでです。すか？何がおかしかったでしょえー、何う。いがやおかしさ、かったんですか？いやこはれさ、これさ、まあまあまあ、こういうのあるで、こういう作い。り。まあ、日本でいう欄間っていうのかな？ああ、天井はいはいにつはいい。てる。うん。こんなスケスケで向こうが見える部屋にこのドアいる？いりますよ。何を？部屋を 区切そるないすけよ。絶対おかしくない？これ。まあ、ちょっとなんか、このドア地味だなって思いますけど。そうやんな。はい。いや地味だなっていうかさ、これはい。ドアいらんくない？これ。中で丸もあ見えれなでのすに。よ。日本もうん。襖があるじゃないですか。いや。うん。あれもペラペラですけど、あれをう隔てると、ん。うん。もうそこは独立した空間だっじゃていあ、あれう。でも向こう見えんやん。でも影とか見えるし。あと音なんかもガバガバに聞こえるでしょ？いや、いや、だそれとしと一た緒ら、でこす。のドアも、こういはうい。感じで作ればよくない？あ、もうちょっとおしゃん。多分一回壊されて マ作ジり直しで、たんじゃないかそれな。こそしつけなってねえよ。あ、そっか、だから下いっぱいぶら下がってたんだ。あれ、そういうやつらや。ああいうの壊したやつらや。わあ、これ、なんお、ちか、ょ、うさ笑わ大んといて。て。え、なんでですか？うさの笑い大声が聞て。こえる。え、私じゃないです。さっきめっちゃ笑ってなかった、階段降りてるとき。違います。もううさの霊か。あんま怖くねえな、バイオ。あ、でも火がついてますね、暖炉に。うお、ん。なんか、そのティーカップ反応しましたよ。今分かったことが一つだけあるな。はい。後片付けを後回しにするタイプやな、ここのやつは。血がつながってる、そのドアの向こうほんまやに。な、結婚が向こうに。じゃあちょっとここは後にして。はい。あとなんかし、おったあった。さあ仕事や。はーい。うん。適合アリーナ・ミハイル・ロイス、廃棄。この人下のたやつちらでが廃棄す。されとったわけやな。廃棄されて、上の人3人が適合したみたいですね、OK だっ何たやかつに。や。ちょっと待ってな、廃棄待って。はい。ういさまおせん。らんかったな。そっか、なるほどチェー。ね。わ、何？私が着ているのと同じ服だ、だそうです。うさのベベが。ベベが、うさはい。のベベが。ベベが、行くしかないみたいですね、向こうそっに。か、行くか、じゃあ。違うんかい。もう。これダッシュな。オッケーオッケー。オッケー、グー。血が、はい。もう躊躇なくドア開けるのやめてもらっていいですなんか？おで、外。演技しろって言うんけ、俺に。いいえ。仕切り直すか？もういい、もういい、もういい、もういい。もう中身知ってるから、もういい。え、ちょっと待って、もうちいい。ょっと待って、静かにして。はい。結婚がある。はい。いやー、なんか出そう。え、大丈夫かな？いきますね。え、ちょっと待って。え、めんどくせえ、こういうのすんの。100点ですよ。 めんどくせえ。100点です。一人でやるとき、そんなことやってないやろ、実際。あれ、配信者はみんな嘘やで。あれ？首飾り？これも鍵か。あ鍵ですね。れ？これ目的って何なん？牢獄から脱出やろ？これまだ脱出できてないってことか。この家から脱出するのじがゃあ、目ここ的やじんゃないな。ですかね。体験版ここまでかな。そっか。何かしら探して出ましょう。そやな。多分まあ、出鍵れやないろ。ですけど。うん。多分出れないです。前回の体験版も脱マジ、出。そういうとこ、うさの悪いとこ、後ろ向きやな。前向きに行はい。こうよ。そういうとこだよ、あさ。れ？ん？その棚の下に何かあります？あ、違いました。すいません。何でもないでそういうす。とこだよ。もう、なんか絵もさ、普通の絵やしさ、エッチな絵とかでもないし。はい。なんだこれ。
暮らす？ほほう。何？ええ、気持ち悪う。はあとか言った方が良かったの、そこで。それどこに使うんですかなんか目んね？玉入れるとこなかった？あった、上の階に。この結婚は誰のだったんでしまあそうょう？いうのええやん。脱出した人や。なんかおるやん。お、なに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 待ってくなださい。手見になに。うん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 。て。手見て。え、待って、風？ え、マントの感じどういうこと？誰？幽霊だったってことですえ、か？これかっこいいやつやん。ヴァンパイアじゃない？あの全部コウモリになって散るやつやろ？え、バイオハザードですよ だえ、からあれワインじゃなく怖て血なんい。だよ、あれ全部。ヴァンパイアだよ、ここは。ああ。これだ。ヴァンパイアゾンビみたいな。さあ、使えんのんかい？どういうことやねん。このままでは使えない。ほう。その指輪自体を調べれないんですか？こ石れ。が外れそうになってるってなってますけど。あん。と。調べる。うっ、キモ。あ、これか。初めから取っとけ。あんなさ、効果音間違ってない、このゲーム。さあ、これを入れますと。ほい。おお、ああ、扉がスムーズに開きすぎ。備え付けがええってことやんな。フルーツも腐ってますね。マジでワインしかね、俺にとっては興味のないお城だよ、これ。開けて。なんもないんかい。なんもないな、ほんまに。ドミトレスク城におけるワイン醸造の歴史は現在の城主様一家が移住されるよりはるか昔、15世紀にまで遡ります。オルチーナ様は伝統的製法に独自の工夫を加え、むせ返るようなコクと芳醇を与えることに成功しました。中でもその年で最も出来の良いワインはサン・ビエルチェ、処女の地と呼ばれ、花をあしらった特別なボトルに保存されてます。はーい。だからはい。メイデンなのな、これ。メイデンってどういう意味ですか？処女。そうなんだ。そう、だからアイアンメイデンってあの、鉄骨、ん？鋼鉄の処女っていうか、っていうやつやで。そうだったんだ。あ、鍵だ。はい、脱出しましょメイデンってなんか、鉄骨みたいな意味だとう。思っそれ、てアイた。アンの方やろ。あ、そうなんでうん。すね。はい。どうそっ考かえそってもか。アイアンやろ、そこは。そうそうなんそう。か、なんちゃらメイデンっていうアイアバンンメイドいデン。ませんでしたっアイけ？アンメイデンな。アイアンメイデンっていうバンドいます？あ、じゃあそれかな？それあれ、あの処刑台のアイアンメイデンってあるやん。え？わからない。ほら、この間のゲームで出とったやん。観音開きで開いた中トゲトゲのやつ。あれアイアンメイデンっていうねん。俺見に行ったことある、実際のあれ。だから拷問博物館か処刑博物館みたいなのがあって、早稲田大学かなのとこに展示したって。そうそう、それ見に行って、そう、写メとか撮れんかったけど、撮ったんだよ、俺。ダメでしょ。ちょ、ダメでしょ。撮ったんだよ、それが。ダメでしょ。ダメだっつってんだそうから。そうそう。そう、あれ、そういう名前のやつやで。へえ。さあ、あれ？そっあそこか。の奥やんな。ん？デディナーナーままで。で待てないは？わ。ほ？は？ちょっと待って。距離を置いてみよう。ちょっ、来てるやん、なんか。そう、悪い気はせんけど、ちょっと。思ったより綺麗な人やった。どんな感じでもないし、一回やっぱここ吸は。血鬼なのかな。ちょっと待って、これ死ぬやつじゃん。ちょっと待って待って待って。吸血鬼？え、ゾンビは？ちょっと待って。ああ、乾いて乾いて仕方ないわ。後で潤してやっから、ちょっと待てよ。
あ、やっぱこれ吸血鬼のぽくない？お屋敷なんですね、きっと。来てる。乾くわ。ちょっと待って待って待って。どっから来たっけ俺。閉めろ閉めろ。うん。意味ない気がします。うわ、そっから出てくるのチートだろちょっとこれ。通せ。あ、もうダッシュしても出るか正解。うわ、くそ。あ、ちょっと美人。そうやね。だから悪い気はせんのやけど。はい、待って、いいわね、今じゃない、こっちじゃなかった道が。あ、ごめん通して。いいわねって言われてますよ。あっという間に死んじゃうのね。死んだ？死んだ？俺死んだ？あ、やめてほしいです。チェックポイントからやり直します。You are dead。うん、これで仲間入りですね、はい、あの人の。死にましたけど。あれこれどっからだ？どこでしょう。ここを通った覚えはあるし。力から出たとこか。え、うんうん、そっから？持ち物見てみてください。うわー、喧嘩ったしかない。そっからだわ。そっからだわ。あれ無視してガーッと行ったらよかったんかな。無視して鍵入れたらよかったんですかね。うー。これからウサが見たなんかは。はーい。なんか今動きましたよね、でも。うん。うん、さあ、もう行っちゃおう行っちゃおう。だからウサ笑わんといて。はい。で、あれどこだったっけ？これか？グラスの中。あ、グラスか。回して。くるっと回して。うさのなんだっけな、くるりん。くるりんぱして。あ、して。うん。はい。この人追い越していくもん。はっ、ディナーまで待てないわ。取ってない、追い越したからだ。刺して刺して、鍵さ、目、目玉、あそこ取ってないのか。分解もしてない、まだ。はいはいはい。余計なことするんじゃなかった。追い抜かすからですよ。ちょっと待てよ、覚えさせろこいつに、しつけが足りんぞ。うん、かん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 、なんかあかんぞ。もうなんか追いつかんちゃう。あ、でもいけますか、この辺で外せれますかね、指輪。ちっちゃめ、ここだ。死ぬ死ぬ。追い抜かしてはいけません。え、あ、まだまだまだ。あ、どんな感じ、ワンちゃん、もうワンちゃん、もういい感じです。ダメだ。ちゃんとやろ。ちゃんとしてください。はい、ってことでね、やり直していきましょう、はい、2回目かな。うん、はーい。ここから、はい、まず下行って。そうやな、大体だからこういうゲームな、せっかちな人ダメだよね。はい。、うん、あ、で今歩いてったから、あの人が、そーっと開けて、こう俺もドキドキした手入れこうちょっとやって、はい、で下行って、あ、そこそこ。うんうん、はははははってされて、うん、無視してあんなやつ。無視して、でワイングラス取って、でここでも外しとくしも、はい、取っちゃいましょう。もうじゃーんと、じゃじゃーんと、はい、でお姉さんを追いかけましょう。完璧にっていく子。はい、あれ、あ、いたいたいた、しゃがんでいくし。ああ、かしこ。このしゃがむっていうのが意味あるんかどうかわからんけど。いいと思います。は
こっち見る？虫で調べて入れて、でなんか鍵取ったあたりで追いかけてきましたよね多分。いや下に降りたとこでやったの。あ下に降りた。扉の前。あそっかそっか。中庭の鍵だからやっぱあそこの鍵ですね。うん、これ最後やな、脱出やな。はい。ふう。こっから走っていこうかな。スタミナというか。ねえからこれ。はい、虫。ディナーまで待てないわ。虫。どいて、あー、いきなり捕まったー。一発は耐えれるし、俺。美人。どんな感じ？開けて開けて。ほい。開けて。はい、わけや。あ、え？だ、やっと会えたわね。え？あ、嫌な予感しかしない。なんか最後だけババアだった。 Thank you for playing。 え、なんか、うん、さっき途中までなんか美人の追いかけられとるから、まあなんだろう、こっちも別にな、うん、うわーとか言うけど嫌な気はしなかったけど、なんか最後ババア、ちょっとごつめのババアが出てきました失礼ですよ貴婦人ですようん、なんか嫌 やわってことで、ここまでか、はい、でした。じゃあこれ本編いつだったっけ、来月ぐらいですかね。はい、そっか。じゃあそれは俺かうさたがプレイします。以上体験版バイオハザードビレッジかのメイデンやっていきましたと、はい、じゃあそれじゃあ何しようとするのがないんだよ最近はい、ということでした。お疲れ様です。おい、思ったより短かった。短いな、ほんまにな。はい。